こんにちは、ゆうすけです。さて、今回はオーストラリアで最も成功したロックバンド ACDC をご紹介したいなと思います。 ACDC といえば70年代から活動をスタートさせたロックバンドで、グレッチで太いリズムを刻むリズムギターのマルコム・ヤングと、制服に半パン姿で動き回ってギブソン SG を弾くリードギターのアンガス・ヤングが印象的なロックバンドです。2003年のアメリカ映画スクールオブロックでは、主演のジャック・ブラックがギブソン SG を片手にアンガス・ヤングのようなパフォーマンスをしていることから、 ACDC が世界でどれだけロックの象徴になっているかがわかります。 ACDC の魅力といえば、これでもかというようなローテンポなロックビート、そしてどんな流行りにも流されないロックな男臭さ、これに尽きるんじゃないでしょうか。特に彼らの曲バックインブラックのリフはまさにロックの王道って感じで、めちゃくちゃ痺れます。 ACDC はそのキャリアの中でヘビメタ、ハードロックの早弾きブームやイギリスのパンクロックブーム、チャートを意識したバラードのブームなど、数々のブームにさらされながらもハードロックを貫き続け成功したブレないバンドで、彼らはその魅力からなんと全世界で2億4000万枚以上のアルバムのセールスを記録しています。2019年のウォールストリートジャーナル史上最も偉大な100のロックバンドでは、1位から順にザ・ビートルズ、レッド・ゼッペリン、クイーン、ピンク・フロイド、ザ・ローリング・ストーンズと超人気バンドがしのぎを削る中、 ACDC はなんと6位に入り込み、彼らの世界での人気の高さを物語っています。しかし日本での彼らの人気は世界の人気と比べると意外にも少ないそうで、 ACDC のような踊って乗れるロックは日本人に合わなかったとか言われています。確かに日本で人気なのってノリがいい曲よりもメロディーとか歌詞に重きを置いた感じはしますね。 ACDC は1973年オーストラリアのシドニーでアンガス・ヤングとマルコム・ヤングの兄弟によって結成されます。結成時のメンバーはマルコム・ヤング、アンガス・ヤング、デイブ・エヴァンス、コリン・バージェス、ラリー・バンクリートの5人のメンバーです。現在のメンバーはというと、結成時のメンバーはリードギターのアンガス・ヤングを除き全員がメンバーチェンジしており、ボーカルにはカリスマ2代目シンガーのボン・スコットに続き、 ACDC を支えたリードシンガー3代目ブライアン・ジョンソン、リズムギターには今は亡き ACDC 創設者の一人マルコム・ヤングの代役、ヤング兄弟の甥スティービー・ヤング、そしてドラムにクリス・スレイド、ベースにクリフ・ウィリアムズというメンバーで構成されています。実はベースのクリフ・ウィリアムズ一度脱退しているのですが、 ACDC のオフィシャルサイトを見てみると、ボン・スコット、マルコム・ヤング、クリフ・ウィリアムズの3人は未だに正式メンバーとして登録されています。さて、このメンバー構成を見てみて、やはり一番目立つのはリードギターのアンガス・ヤングで、半パンスクールボーイスタイルでギブソン SG をかき鳴らす姿はロックしてるっていう表現が一番似合う人物だと思います。あとケツを出すパフォーマンスも印象的ですよね。2人目にプッシュしたいメンバーはやはりお兄ちゃんのマルコム・ヤング。バンドでの影は薄いものの、グレッチのギターで刻むリズムは力強く、ACDC のほとんどの曲を作曲し、数々の名リフを生み出していることで、彼はロックバンド史上最も偉大なサイドギタリストと称されるほどの人物です。3人目に重要なのは、未だに追悼コンサートが開かれるほどの人気を誇る2代目シンガーのボン・スコットです。彼はロン毛に上半身裸でロックしているのが印象的で、フレディ・マーキュリーのようなカリスマ性を持つ人物です。彼の歌うハイウェイトゥヘルは甲高いロックな声が印象的でとてもかっこいいです。しかしそんな彼なんですが、夢半ばで突然この世を去ってしまい、その後彼が認めたブライアン・ジョンソンがその意思を引き継ぎ ACDC に受け継がれています。さて、主要な人物を紹介したところで ACDC の歴史を探っていきましょう。ACDC は1973年オーストラリアのシドニーに渡ったスコットランドからの移民アンガス・ヤングとマルコム・ヤングの兄弟を中心に結成されます。 ACDC の意味はオルタネイティングカレント、ダイレクトカレントという交流と直流という電気の種類の意味で、こ
このインスピレーションはマルコムとアンガスの姉がミシンについていた ACDC という交流直流という表示を見たことがきっかけだと言われています。この ACDC という電気がモーターを回すようなイメージを汲み取ったマルコムとアンガスはこの名前の雰囲気を気に入り、彼らはこの ACDC をバンドのシンボルにしたそうです。その後 ACDC のメンバーはオーストラリアシドニーを中心に活動を開始。彼らは1974年までにオーストラリアでかなりの知名度を上げ、オーストラリアで有名なバンドになり上がります。その後彼らはアメリカのロックバンドザ・ベルベット・アンダーグラウンドのギターボーカルルー・リードの前座をしたりと、彼らはオーストラリアで有名なバンドと交流を持ってその名を挙げていきます。そんな活動の中、彼らはメルボルンのプロモーターに気に入られ、彼の店ザ・ハードロックでの演奏が決まります。しかしこの店のオーナーはハードロック的な趣向が強く、当時グラムロックなイメージがあった初代ボーカルのデイブ・エヴァンスはあまりお店に合わないとこのオーナーは考えていました。その後マルコムとアンガスのヤング兄弟もこのオーナーの意思に沿ってグラムロックの路線を変えて活動することを決定。バンドの方針転換ということもあり、初代ボーカルのデイブ・エヴァンスはこの時に ACDC を去ります。ハードロック路線に切り替えた ACDC は拠点をメルボルンに移し、新たなメンバー2代目ボーカルボン・スコット、ドラムのフィル・ラッド、ベースのマーク・エヴァンスを迎え入れ活動を開始します。この時に加入した2代目のボン・スコットはマルコムとアンガスに音楽的影響を与えた兄でギタリストでプロデューサーのジョージ・ヤングの友達で、実力と経験のあるカリスマシンガーでした。そしてこのボン・スコットの加入により ACDC は坂道を駆け上がるようにそのポテンシャルを開花させていきます。1975年、 ACDC は最初のスタジオアルバムハイボルテージでデビューを飾ります。このアルバムはヤング兄弟の作曲した曲にボン・スコットが歌詞を乗せて制作され、このアルバムはオーストラリアのチャートで14位を記録します。そして同年12月にはセカンドアルバム TNT を発売。その後も彼らの勢いは止まらず、この頃の ACDC は名実ともにオーストラリアで最も成功したバンドと呼ばれるほど知名度を上げていました。そして1976年、彼らは世界的なレコード会社アメリカのアトランティックレコードとの契約にこぎつけ、彼らはイギリス・ロンドンに活動の拠点を移し活動を開始。これ以降 ACDC はハードロック第二世代とも呼ばれるレインボー、エアロスミス、キッスなど大物バンドの前座を務めるほどに成長します。しかし当時活動の拠点を移したイギリスでは空前のパンクブームが起こっており、ハードロックの路線を貫く ACDC にとって風向きは良くありませんでした。しかしそんな中でも彼らはハードロック路線を曲げずにこのパンクブームを生き抜きます。そしてこの時にパンクの影響からかどうかは分かりませんが、アンガスは大衆にケツを見せるムーニングというパフォーマンスを身につけています。そして1976年、 ACDC はアトランティックレコードから前作アルバムハイボルテージと TNT を含むコンピレーションアルバムハイボルテージを全世界に向けてリリース。このアルバムは母国オーストラリアはもちろん、ヨーロッパ各地でヒットを記録。そしてアメリカではなんといきなり300万枚もの売り上げを記録します。そしてこのアルバムのヒットを境に彼らは少しずつ世界的なロックバンドへと成り上がっていきます。メジャーのファーストの発表後、彼らはすぐに3作目 Dirty Days Down Dirt Cheap、 1977年には Let There Be Rock、 1978年には Power Rage をリリース。ちょうどこの Let There Be Rock のレコーディングをしていた時にアンガスとの不仲が理由でマーク・エヴァンスがバンドを解雇され、ベースのクリフ・ウィリアムズが加入します。メンバーチェンジし心機一転を果たした彼らは1979年、 ACDC の人気を押し上げるアルバム Highway to Hell を発売。このアルバムはアメリカのチャートで最高位17位を記録。イギリスでもゴールドディスクを獲得し、 ACDC の人気はこれを機に押し上げられていきます。 Highway to Hell がヒットし順調化に見えた ACDC ですが、その翌年に信じられない事件が発生してしまいます。1980年2月19日、なんとカリスマボーカルボン・スコットが車の中で亡くなっているのが発見されます。死因は喘息の発作ではないかなどと言われていますが、真相は分からず、カリスマシンガーを失った ACDC メンバーは悲しみに暮れ、
一度はバンドを解散することも考えます。しかしそんな時にボン・スコットの両親がボンはバンドを続けることを望んでいるよとメンバーを励まし、 ACDC はバンドの活動の継続を決定します。そしてバンドメンバーはボンの死を乗り越え、新メンバー募集のオーディションを開始します。すでにボン・スコットという存在が大きすぎたことでなかなかうまくいかなかったオーディションですが、マネージャーがイギリスでグラムロックバンドジョーディのボーカルをしていたブライアン・ジョンソンを紹介したことで風向きが変わります。アンガスはこの時ブライアンの名前を見て、かつて ACDC がイギリスでツアーをしていた時ボンがジョーディのボーカルをしていたブライアンをロックンロールのわかる素晴らしいロックシンガーと評価していたことを思い出し、マルコムとアンガスはボンがもし生きているなら多分彼に託すだろうと、この時に彼らはブライアン・ジョンソンをバンドに加入させることを決定します。その後ブライアンが加入し、加入後の新生 ACDC は1980年7月25日最強すぎるアルバムバックインブラックをリリース。このアルバムのセールスはこれまで全世界で5000万枚を超えており、全世界1位のマイケル・ジャクソンのスリラー、2位のイーグルスのグレイテストヒッツに次ぐ歴代3番目に売れたアルバムに数えられています。個人的にやっぱりこのアルバムの中の曲バックインブラックが大好きで、イントロのギターリフは一瞬で人々をノリノリにさせてくれます。正直この曲の中に彼らの魅力が詰まっていると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。このローテンポなロックサウンドが本当にたまりません。さてその後の彼らは1981年11月 For Those Ever To Rock We Salute You をリリース。このアルバムはついにアメリカのチャートで1位を記録し、 ACDC は名実ともに世界で一番ホットなロックバンドに成長します。しかしそんな中1983年にドラムのフィル・ラッドがアルコール依存と薬による妄想の症状悪化によりバンドを解雇され、後任にイギリスのドラマサイモン・ライトが加入します。フィル・ラッドが去った後の ACDC は何作かアルバムを作るもののなかなかヒットに恵まれず、1988年にブロー・アップ・ユア・ビデオがバック・イン・ブラックに次ぐヒットを記録するものの、アンガスの兄マルコムがアルコール依存症でアルバムツアーから離脱したりと、80年代後半の ACDC はなかなかの不遇を経験します。ちなみにこの時にマルコムとアンガスの甥スティービーがマルコムに代わって舞台に立っています。さらにこの時不遇は重なり、ドラマーのサイモン・ライトがアメリカのヘビメタバンドディオに移るためにバンドを脱退。その後彼らは1989年新たなドラマーとしてイギリスのドラマーのクリス・スレイドを起用します。クリスは当初一時的なメンバーとしての意味合いが強かったそうで、この4年後フィル・ラッドの復活により彼は脱退。彼はイギリスでセッションドラマーをしながら過ごしていたものの、2014年にフィル・ラッドが不祥事により逮捕されたことでまたも復活。現在は彼が ACDC の正式ドラマーになっています。またもメンバーを交代した彼らは1990年に The Razor's Edge をリリース。このアルバムの中の曲 Thunderstruck は Thunder って叫ぶところから始まるのが特徴で、ハードロックを貫く ACDC らしいこのアルバムは全米チャートで2位を記録しています。しかしこの時すでにデビューから15年、この時点でまだ変わらぬロックを貫く ACDC、 男気すごいと思います。その後90年代に入るとドラマーフィル・ラッドが復帰し、ボールブレイカーがヒット。2000年代に入ってもその人気は衰えず、スティフ・アッパー・リップやブラック・アイスをリリースし変わらぬ人気を保っています。ちなみに2008年のブラック・アイスはなんと29カ国のチャートで1位を獲得していて、デビューから30年以上経っているのに変わらぬロックなビートでチャートを賑わす ACDC、 もうすごすぎるとしか言いようがありません。しかしその後のバンドメンバーは年を重ねたことにより体調不良になるメンバーが続出。2014年にはマルコムが認知症を患い脱退を発表。2016年にはブライアンの聴力障害が悪化し、アクセル・ローズが代役をするなど、メンバーは今までのように演奏することができなくなってしまいます。しかしこの時すでにメンバーは60代だったことを考えると、むしろここまでよく現役で頑張っているなとしか言いようがありません。その後2017年バンド創設者の一人リズムギターのマルコム・ヤングがこの世を去ります。ロック界の大御所ヘビメタシンガーのオジー・オズボーンや
ハードロックバンドバンヘイレンのエドワード・バンヘイレンが友人を亡くし悲しいとツイートを残しており、ロック界の大物たちはロック史に残る偉大なギタリストの死を悲しみました。その後の ACDC ですが、マルコムの後は甥のスティービーが後を継ぎ、 ACDC は現在も変わらず活動を続けています。いかがでしたか？ ACDC はやっぱりすごすぎるバンドだと思います。日本であんまし人気がないっていうのは不思議ですよね。まあ実際はあるんでしょうけど、まあそんなことをまことしやかに言われているので、僕も含め日本人が ACDC を楽しむ方法を少し考えてみました。まあしょうもないんですけど、ちょっと聞いてみてください。まず YouTube を開く。 ACDC Back in Black を検索。オーディオを爆音に設定。アンガスと一緒にエアギターをしながら頭を振る。はい、これ1曲を通してやったらもうあなたは ACDC の虜です。今回はオーストラリアで最も成功したバンド、ハードロック界のレジェンド ACDC でした。気に入った方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。